タレントの伊集院光が小学校低学年の時、彼は家の近くにある貸本屋に足しげく通っていた。好きな漫画、正確にはその漫画の中の好きなコマがあり、どうしても自分のものにしたくない。悪いことと知りつつも、そのコマを切り取り、そしらぬ顔で貸本屋に返却しようとした。店員は見た目が70超えたおじいさんだけだし、大丈夫だろう。案の定、何も言われずに切り抜かれた漫画は返却できたし、その後も何度か店を利用したが、何も言われなかった。いつしか貸本屋に通うこともなくなり、話は数年後にと。小学校卒業を控えた伊集院少年は、久々に貸本屋の前を通りがかった。店の前には張り紙がしてあり、そこに表示されている金額も安かったため、彼は久しぶりに貸本屋の敷居をまたいだ。そこには前と変わらず70超えの猛録したおじいさんがいた。お目当ての漫画何冊かを会計した後、店を出ようとした時に後ろから声が聞こえた。全部知ってるんだからな。何がですか？全部知ってんだからな。お前にやったことも、お前の家の場所も家族も。